ちは。こんにちは。さあ、豊さん、はい、もう今日の動画はこれしかないでしょ。阪神野球って面白いな。はい、これ見てる方も緊張するな。緊張しますよ。まあ、YouTube ライブでやった動画の総評だけどね、はい、まあそうですね、そうなんですよ。まあ日中ね、生配信して、まあ昨日からの話、はい、流れを言うと、うんうん、2対0で阪神が勝っていた、はい、あ、負けていたんだ。あ、負けてたんです。負けてたんだ。そうです、そうです。で、阪神が負けてた、はい、で、9回にデラロサ、はい、まあ、大山がツーランを打ち、はい、あと1球で巨人が勝つっていうところを、はい、大山がレフトに叩き込んで同点にした、はい、流れ的には、うん、もう絶対阪神だろうって思ったのね。それが延長12回表に点を取られ、うん、そのまま阪神が沈んでいったという、はい、まあ、エラーからのでしたね。エラーからのね、はい、うん、まあそれを考えると今日は、まあ、流れ的にはやっぱ巨人の流れになる。これは今日の試合阪神が勝つんであれば、うん、相当なパワーがいるぞって思ったよね、うんうん、はい、で先発がウィルカーソンとシューメーカーの投げ、この対戦というのはウィルカーソンが勝ってるという、うん、2度目の対戦で、シューメーカー悪かったな、立ち上がりそうですね、調子が上がらず、はい、ちょっとたださすがなのはさ、大崩れしないんだよね、まあ、先制点取ったのは阪神初回、はい、で近本が出てっていうような、うん、まあ、そういう流れからね、はい、先制点を取り、まあ、2回にはまあ長坂というね、はい、今キャッチャー不足で悩んでる阪神のマスクをかぶってる長坂がノーアウト1、3塁かな、うん、まあ、昨日の流れからするとやっぱセーフティースクイズはやってくるだろうなっていう、初球に決めて、まあ、2点を取る、まあ、そのままずっと流れていくんだけど、ウィルカーソン大したもんだね、はい、やっぱ打たれない、7回までずっと投げ切りました。やっぱりジャイアンツが邪魔になってたボールっていうのはチェンジアップがいいわ、うんうん、だからなかなか捉えることができずに9回まで来ちゃうんだよね、はい、そうなんですよ、点が入らない点をというところで、9回ピッチャーが、まあ、8回湯浅投手が投げて、9回、まあ、岩崎投手がマウンド上がりました。昨日調子は上がったかな、そうですね、ギリギリ綱渡りで抑えたからさ、はい、もう大丈夫かいなとか思ってたけど、はい、案の定大丈夫じゃないんだよ。そうなんですよね、1点をまず返されてしまうんですよね。これ1点返されるな、ウォーカーの自転車のタイムリー。いやだけどジャイアンツもね、やっぱスーッと負けそうなところをやっぱ粘るよね。これノーアウト、うん、2塁1塁の場面で、はい、バッター吉川選手に回ってくるんですよね、うん、サインはバント、まあ、吉川をね、はい、3番に据えてるっていうのは、うん、俺はつなぎの3番だと思うし、はい、まあ、本来であればジャイアンツっていうのは、うん、あそこでバントしなくてもいい強攻ができるような、うん、まあ、言えば強攻しかできないかな、まあ、そういった選手を3番に置く傾向があるんだけども、うん、吉川はやっぱこうつなぎの3番ということからすると、はい、まあ、送りバントだろうなっていうふうに思ったのね、うん、で案の定送りバントで初球見逃しストライク、はい、で2球目やりに行ってファールという、はい、まあ、この3球目にどうするかなっていうふうに思ったのね、うん、豊さんだったらどういうふうな指示をあの時吉川選手に出してました。俺だったら打たそうかなと思ってたよね。ヒッティングに変えるってことですね、うん、これはなぜかというと、はい、やっぱ足が速いし、うん、相当いい当たりじゃないとダブルプレーを食らわないと、うん、仮に食らったところで、まあ、ランナーサード、はい、ツーアウトサード、うん、まあ、岡本を迎えられるよね、はい、でそうなった時に、うん、岡本は申告敬遠は俺はないと思ってたんだよ。これなぜかというと、はい、長打になると一塁ランナーまで帰ってきちゃうと逆転のランナーは、はい、申告敬遠では俺出さないと思うんだよ。でもあそこで吉川が送られたとしても、うん、送ったとしても一塁開くよね。開きます。だから岡本を申告敬遠する可能性もあるんだよね。ああなるほど。で次のバッターで勝負っていう、うん、次のバッターでダブルプレーもしくは、まあ、打ち取りに行くという、まあ、形ができるんだけども、うん、だから非常に難しいけど俺は打たせたかなという。でも結果は3バントで失敗という、ね、ただ岡本にワンアウト1、2塁これで絶対勝負せなきゃいけないよね岡本には、はい、まあ、申告敬遠なんか考える必要もない、うん、まあ、岡本勝負だと、まあ、岡本がまあセカンドゴロでねボテボテのよく守ったけどね、あの内野陣もね、内野陣もよく守ったけど、はい、だけどランナーを送る形になったよね、うん、そうですね。これで2アウト3塁2塁の形は一応取れました。そうだよね、はい、まあ、そこでポランコに代わって、うん、中田翔が代打で出てくるという、ね、これはポランコ選手を変えたっていうのは中田翔選手に、まあ、中田翔はパ・リーグでも打点を取ってるように勝負強さあるし、うん、はい、
まあ、ああいうところで無類の力を発揮するという、まあ、そういうものはあるよね。ポランコの今日の状態、うん、まあ、いろんなことを照らし合わせて、はい、まあ、中田翔にしたんだろうけどもさ、うん、まあ見応えあるな。一球一球すごかったですね。なあ、岩崎投手のピッチングもすごかったです。いや、ツースリーからさ、はい、ツースリーでフルカウントから、うん、ど真ん中にまっすぐ投げていくんだもん、はい、あの岩崎の開き直りっていうのも俺は見事だったと思うよ。いや、もうここで小さいこと考えてもしょうがない、ど真ん中でもいいから自分の腕を振って投げていくっていう姿っていうのはすごく美しかったよね、はい、で中田翔もフルスイングで応えるという、うん、まあ、捉えなきゃいけないボールではあったかもわからないけども、やっぱり人がやってることだから、なんかこう魂を込めて投げたど真ん中の球、うん、まあ、そこは狙ってないとは思うけど、やっぱ歩かせたくない、うん、ね、まあ、そういうことで投げた1球、まあ、ファールになった、まあ、フォアボールには結局なるんだけどさ、はい、まあ、投げも投げたり見逃したのも中田翔も見事だったけどもね、はい、まあ、それで満塁になる、ツーアウト満塁になりました、うん、はい、ここでやっぱ手詰まりになったな。そうですね、次の打席で代打に変える要因がっていう、うん、まあ、北村がね、はい、出てきました、出てきたけども、まあ、残ってるのが小林選手だったりとか、まあ、まあそうだね、はい、まあ、昨日の立役者、はい、立岡も残ったんだけどもさ、うん、立岡左対左ということでね、そう、まあ、左をこう、うん、左の時に使われるケースっていうのは少なかったから、はい、北村になっただと思うんだけどもさ、はい、まあ、初球のボール球高めのね、はい、あれをスイングしたことによって空振りを取られたことによって、うん、なんかもう勝負は見えたような気がしたね。それはもうあの阪神側に軍配が上がった、上がるという、それは何、それはやっぱり中田翔とのつながりがあるよね。中田翔の時に開き直ってフルカウントからど真ん中に投げていく、はい、まあ、そういったその腹の座りもあったし、はい、そら生半可じゃ打てないよ。やっぱり日本を代表する、まあ、中継ぎの投手の一人だしね、はい、まあ、今はクローザーやってるけどさ、まあ、そこら辺はボール球に手を出したらやっぱりピッチャーが有利になっていくよね、うん、まあ、満塁だし押し出しっていうことも頭の中にあるし、うん、だからファーストストライクは取りたい、うん、まあ、その中で投げたボールがボール球だった、はい、でもそれを振ってくれた、うん、ものすごいピッチャーとしたら精神的には有利になるよね、うん、だからそこら辺で、まあ、勝負はある程度見えたというね、まあ、結果で、まあ、ショートゴロに打ち取るんだけど、はい、まあ見応えあったな。いや、9回に待ってましたね。やっぱりあの淡々と進むゲームの中でも、うん、やっぱりこういった見応えを必ずジャイアンツは作るし、はい、まあ、そこをしのいだ岩崎の精神力っていうかね、うん、ね、もう立派だったし、はい、ただ俺がこの試合を見て通して見た時に、はい、増田があのダイソー要員、はい、ね、今はもう守備固めとしても使われるようにはなってるけど、やっぱ原監督の野球ができないよね。盗塁士、そうそうそう、はい、で昨日も刺されてるんだよね、はい、だからあそこら辺でやっぱこう成功率の高い走り屋がいないと、うん、原監督が描く競った時の1点が取れないよね、なかなか。そうですね、うん、そこでダイソー要員として出てきてるっていうことはそういうことを求められてるわけですもんね。そうそうそう、だからもうちょっとやっぱこうスタートを良くしないと、うん、あのスライディングだとかね、そういうことはすごくいいと思うんだけども、はい、あのやっぱスタートだけだよね、うん、スタートに力みが入るようになってきてる、はい、成功してる時っていうのはスッと出ていけるんだけどさ、うん、やっぱ失敗がかさむと、はい、やっぱ力むんだよね、うん、早く走ろう、パワーを使おうとかして、だからそこら辺が抜けないとやっぱ足の進みがあの悪いで、今日もヘッドスライディングだったんだけどさ、はい、あれはやっぱスタートが遅れてる証拠がヘッドスライディングになるんだよね。あれスタートが遅れてなければ足でいってる、あ、やっぱね、人間の心理でそうなってるんだよね。あの遅れると思ったら頭から突っ込みたくなる、ね、頭から突っ込みたくなるんだよ。はいはい、まあ、だから頭から突っ込んだ、あ、これスタート自分の中では悪いけど行っちゃったっていうような感じだったと思うよ。だからそこら辺をやっぱ精度よくいかないと、うん、やっぱ原監督の野球っていうのはまだまだ理想とする野球ができてないよね。そうですよね、あの増田大輝選手がダイソーの用意に出されるっていうことはそういう場面なんですもん ね、まあ、ね、点が欲しいとか終盤とか、ね、はい、ただあの阪神はもう本当にあの昨日嫌な負け方をしてね、うん、はい、で長い時間長時間守らされて、はい、で負けたという、はい、もうピッチャーも使い切り、もう昇進だったと思うんだよ、家路につく頃にはね。だけどよく今日勝ったな。いや、勝った、
そうですね、だからそれを考えると阪神も状態は上がってきてるんだよ、チームの状態は、うん、変な負け方もするよ、まだまだね、はい、でエラーが絡んで失点したりだとか、うん、でもそこをやっぱ歯を食いしばってこう頑張ってるとこれ浮上してくるよ絶対に、うん、だからすごく今日はそういうきっかけとなるね、はい、試合だったと思う。そうですね、昨日の嫌な流れを今日断ち切ってるわけですもんね。しかもあの9回のピンチも、そう、ね、だから明日が大事だ、明日が、ということは明日がキーになってくるんですね、うん、それぞれジャイアンツも明日やっぱね、やっぱ交流戦が始まるでしょ、はい、明日終われば、はい、いい状態で入りたいもんね、これいい状態に阪神がいけるとしたら明日勝つよ。お、巨人はまだちょっとの余裕はあるけども、うん、はい、阪神はやっぱ交流戦でやっぱ流れを変えたいって思うんだったら、うん、明日はもう絶対大事な試合になるから。ちなみに明日もう先発は、先発出てるよね、出てますよね、阪神が、あ、伊藤将司投手です。お、はい、で巨人が高橋優貴投手、まあ、いい勝負だな、ね、いい勝負だけど高橋優貴あんまり良くないよ今年調子が。一回あの中継ぎにもとか後ろにも回ってますもんね。ただ阪神戦には相性がいいのかな。ただここら辺を打ち崩せば、はい、まあ、交流戦に入ってピッチャーがいいだけに来そうな気がするけどね、阪神はね。そうですね、うん、あとどうですか、あの今日もちょっとエラー、両チームですけれどもエラーみたいなのもあったので、まあ明日はねそういうのがまた手につながる、まあ、技術的な、ね、問題があるから、うん、これ急には良くならないし、うん、気をつけろね、はい、ミスはするなって、ミスは極力なくそうって言ってももうこれはしょうがないよ、うん、アンラッキーで、はい、変な打球が飛んでくると、はい、ってぐらいにかも考えるしかないよね、うん、切り替えて、うん、ただやるにしても思いっきりやってほしい、こう縮こまるんじゃなくて、はい、縮こまってなんか手が動かなかったとかさ、そうじゃなくてやるんだったらもうしょうがないから、うん、もうプレーとしたら思い切って大胆にやってほしい、うんうんうん、それにしても、うん、昨日も今日もしびれるか、しびれるし、中継ぎ陣とか後ろのピッチャーたちがもうしびれるそのイニングを、うん、もう乗り越えていってますよね、まあ、そうだな、はい、だからピッチャー陣から言わせたらもうちょっと打ってくれよとか思うよね本当に、まあ、思いますよね。いや明日がねどんな試合にまたなるのか分からないですけど、本当に守ってても、はい、もう飛んでくんなばっかりだと思うよ内野陣はね、もう絶対俺だってそうだもん、絶対届く、こう飛んでこないでほしいって思うよ本当に。ゆうたくさん、あの9回表あの痺れるシーンで内野手多分もう本当に嫌だと思ってるって言ってましたもんね。いやそうだそうだ、もう飛んでくる時にはうん、イージーなボールが来てくれって、まあ最後ね、ショート飛んできましたけど、北村の打球はイージーな打球で良かったと、中野選手ね、はい、無事取りましたけれども、さあ明日はねどんな試合を見せてくれるのか、今日の試合を踏まえて、はい、楽しみです。はい。